はい、というわけでやってきました。クリスマスということで、ね、今日ね、あのね、かもちゃんのね、エルプリ仲間が集まってて、ね、カラオケ来てるんですけどね、ここでね、いきなりテニスのおうちゃんの感想でね、クイズ大会開催することになりました。というわけで、第1回関西テニプラ連合テニプリクイズ大会始めます。まあね、みんなにはね、三択のね、謎のカードを配ってると思うんだけど、それね、答えを分かったらね、出してもらいます。でね、優勝者一人決めるんだけど、優勝したらね、まあ、もらっちゃ嬉しいけどね、そこそこいらないものあげるんで、まあ張り切っていきましょう。じゃあね、普通に問題出していくよ、今から。はい、というわけで第1問いきます。問題、次の声楽メンバーで身長が低い順に並んだら正しい順番はどれになりますか。1、桃白街道菊丸大石。2、桃白菊丸街道大石。3、菊丸街道桃白大石。さあ、答えは何番。もう一度言います。次の声楽メンバーで身長が低い順に並んだら正しいメンバーはどれになりますか。1、桃白街道菊丸大石。2、桃白菊丸街道大石。3、菊丸街道桃白大石です。みんなでそのままで待つよ。イオくんの回答が見えない。イオくんの回答が見えない。はい、というわけで答え発表します。はい、では答えは2番の桃白菊丸街道大石でした。桃白が170、菊丸が171、街道が173、大石が175cm です。覚えてました。全然すごい予習やってきた。くつぶ優等生だ。優等生だし、問題すら聞いてる。問題すら赤い。よし、じゃあ第2問いくよ。次はね、一回に関するクイズだね。いきます。第2問。次のうち立体で女兄弟がいるのは5人いますが、弟がいないのは誰。1、野球ひろし。2、仁王正春。3、丸井文太。野球と誰だ。はい、もう一回言います。次のうち立会で女兄弟がいるのは5人いますが、弟がいないのは誰。誰やっけ。1、野球ひろし。2、仁王正春。3、丸井文太。いや、わからんな。わからん。はい、これこれ合ってる。知らない。どっち。わかんない。もういいや。はい、では答え出そろったのでね、正解発表します。私何番出した。何番。答えは1、野球ひろしです。3番出した。野球くんだけ妹がいます。で、仁王くんは姉と弟、丸井くんは弟の2人です。
ではね、第3問いくよ。全部バツ。よいしょ。髪が取れない。落ちた。はい、では第3問いこうかね。いくよ。はい、次のうち左利きじゃないのは誰？1、向井学徒。2、平子愛凛。3、ダン大地。左利き、左利きじゃないやつ。この中に左利きじゃない人が一人だけいます。次のうち左利きじゃないのは誰かな。1、向井学徒。2、平子愛凛。3、ダン大地です。ではない人。じゃあ1でいい。つまり右利きの人。では答え発表するよ。答えはそう、2番平子は人気です。すごい、阿久津くんがすごい全問正解で今優等生阿久津です。優等生阿久津。次の問題はね、もっとね、手に振りを知らないとね、難しい問題があります。知らない問題は無理そう。第4問いっていいですか？いきます。第4問、次のうち正しい手塚の出席番号は何番でしょう？分かるか？分かるか？分からない。1、青春学園3人2組11番。2、青春学園3人1組15番。3、青春学園3年1組12番。これはさすがに分からん。ちょっと、どれ？わかります。次のうち、テスター、かんだ。次のうち正しい手塚の出席番号は1、青春学園3年2組の11番。2、青春学園3年1組の15番。3、青春学園3年1組の12番。はい、では答えをいきます。答えは3番の青春学園3年1組12番です。徳川さんが、徳川さんが、すごい、すごい、すげえ、すげえ、そんなもん分かるか。でもね、でもね、ここまでね、阿久津がね、リードしてるからね、今。っていうことはあれだね、お約束のあれやらないとダメだね。罰ゲーム？違うよ、阿久津くんが3ポイントってことはね、ここでね、逆転で勝てるようにやらないとダメだから、最後一発当たったらね、4点あげよう。おお、当たんないわ。ニオくん、そんなこと言わないわ。あー、残念。難しい問題がまた増えてるけどね。最後の問題いくよ、ラスト問題。ラストはセリフキャラ抜きます。問題、龍馬が初登場した第1巻で龍馬が初めて話したセリフは何？わかるか、わかるか。1、ねえうるさいんだけど。2、グリップの握りが甘い。3、よくいるんだよね、逆に覚える人。わからん。はい、できた。はい、違います。はい、できた。龍馬が初登場した第1巻で龍馬が初めて話したセリフは何？1、ね、うるさいんだけ
グリップの握りが甘い。さん、よくいるんだよね、客に覚えてる人。ウエスタングリップとかイースタングリップのやつやんな、最初の。はいはい、手を揃ったね。では行きます。答えは1番。ねえ、うるさいんだけど。というわけで優勝はね、なんとあの不良少年悪津くんが優勝。おめでとうございます。というわけで阿久津くんにはね、まあ、持ってても困らないけどね、そこそこね、そこそこね、いらないものをねプレゼントいたします。まあこれね、暇だったら遊んでください。もういらなかったら売ってもいいんだけど。というわけで、はい、はい、優勝商品こちらになります。さあ、何が入ってるかな。あってもいいけど、そこそこあったら困るものだよ。なんだ、ラッシュ&ドリンク。いや、困らんよ、困らんよこれ。はい、というわけで、ね、優勝者にはね、こちらラッシュ&ドリームとこちらのね、PS2 のね、ゲームのね、第1弾、第2弾のね、詰め合わせを差し上げます。これね、もっとね、テニスの王子様をね、勉強してね、もっとディープリ博士になってください。素晴らしい。ラッシュ&ドリーム持ってたけど、売ってもうてんな。ちょうどよかったね、ちょうどよかったね。これは買ったことない、こっちは。というわけで、また家で楽しんでね。というわけで、以上、第1回デニクラのね、関西デニクラ連合クイズ大会、これで終わります。皆さんもね、ぜひテニスの王子様をね、勉強してみてください。というわけで、アデュー。アデュー。